ホーム級駅舎と駅構内庄内駅は大分県湯布市庄内町を内原にある九州旅客鉄道久台本線の駅である。庄内の名を持つが旧庄内町の中心部には天神山駅の方が比較的近い。また、湯布市役所も天神山駅が最寄り駅である。ただし JTB 時刻表の関東路線図では当駅が 湯布しの代表駅となっている。相対式ホーム2面2線を持ち列車同士の行き違い、追い抜きができる地上駅である。互いのホームは、古戦橋で連絡している。湯布院方面からの折り返しもできるため、7つ星のティータイム列車として、湯布院駅と当駅を数往復する際に折り返す。開業以来の駅舎は老朽化のため取り壊され、2003年に外観を木造風にした。 鉄骨平屋建ての駅舎に建て替えられた。湯節シルバーン材センターによる簡易委託駅となっており、常備券を販売している。また、駅舎内の待合所で農産物を販売していることがある。大分駅と当駅を結ぶ区間列車が午後、夜間に数本設定されている。大分発23時40分の最終列車は、当駅止まりである。 1965年度には、乗車人員が323,967人、降車人員が323,458人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は4万9 4人、降車人員は4421人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値、ありがとうございます。